皆さんこんこにちは私の喋り方を聞くだけですぐわかるかもしれませんが日本語が母語じゃないのでちょっとなまっていますよねですので発音イントネーションリズム速さなどいろいろなトレーニングしてみたいと思います Language shadowing というものを聞いたことがありますか習いたい言語が流れている動画で なるべくそっくりのしゃべり方で同時に真似するテクニックです。言語の勉強ではこれはただの一部にすぎません。一番大事なのはコミュニケーションだと私は思います。リアクション芸人の出川さんをご存知ですか英語の文法が完璧じゃないけれどコミュニケーション力が素晴らしいです。結局通じるだけで十分です。 この Language Shadowing は言語能力を補う感じかな実は関西弁もスムーズに話せるように練習したいので関西人の YouTuber のおすすめがあればコメントでぜひ教えてくださいできている Language Shadowing を聞いてどうだったのかコメントもお願いしますよーい、スタートハロー ミミミラララククくるくるクルルルです。では本日作る料理はですねついにこの日がやってきましたよみんなから多分一番リクエストが多くなるであろうものご用意したんですけれどもいや現在そんなコマじゃないわ君たち何を考えてんねんこれやろ たこ焼きで、どうや <laughs> 僕もともとたこ焼き屋さんで働いてたりだとかもう関西出身ということもあってたこ焼き作る動画楽しみにしてくださってた方もいるのではないでしょうかということで本日はですねまあ中身のトッピングとかもいろいろご用意させていただきましたのでそちらの方お楽しみにしていただけたらなと思いますでは作っていきましょう では、まずはたこ焼きの生地作りからやね。これめっちゃ可愛いやろ。<laughs> これで注ぐやつにも作っちゃおうかなと思ってて、生地で作るたこ焼き粉がこちら。西政府から出てるたこ焼き粉。こちらがね、すごく僕を気に入れなので、だいたいね、あの、500g この中入ってるから、まあ、一人で食べるし、5分の1ぐらいに 100g。だいたいでええよ。だいたいで。はい。この辺で以上です。 ご清聴ありがとうございました。